どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。セルビアから無事に、帰国しました。セルビアでのレースレポートと、街の感想についてはまた後日別の動画で紹介できればいいかなと思います。結論から言うとすごいいいところでした。はい、ちょっと住んでもいいかなって思えるくらい素敵なところでした。はい、今日の動画はですね、前回、呼吸をクロールで呼吸をするためには、ある程度水の中でバランス取れるようになっておくことが大事ですよっていう話を、動画にまとめたんですけれども、今回はそのバランスが取れるようになったその次の話ですね。はい、こっから実際に少しその腕とかをね、動かしながらバランスを取っていく練習になっていきます。今回の練習に関しては、鼻から息を上手に吐けない人にとってはちょっとしんどい練習になる可能性があるので、そういった方は前回、鼻から息を出す時にちょっと必要なことみたいのを、前回、クロール向けですけど、動画で一回まとめてるんで、そちらの方をね、もう一回チェックしていただいて、合体させて練習していただければいいかなと思います。それでは早速、どうぞ。まずは前回同様、陸上で動きを確認してから実際にプールの中に入っていきます。前回と同じポーズを作った後に、腕を上下に動かしてみます。この時に腕の動きに影響されて体が回らない範囲で腕を上げ下げするというのをポイントに練習してください。あまり大きく腕を上げすぎると体が映像のように後ろにひっくり返ってしまいますので、こちらに注意して動作を作っていきましょう。アングルを変えて横からの映像を見ていただきます。腕の通る位置はだいたい体の真横くらいということになりますね。背中側に腕を回してしまうと体がひっくり返ろうとしてしまいますので、この点に注意してください。こちらの詳しい話に関しましては以前ローリングの動画で紹介いたしましたので、そちらをご覧いただければ幸いです。では陸上で十分に動きの確認を行ったら実際に水の中でやってみましょう。前回の体の横向きをキープした状態で腕を上げたり下ろしたりしても体がうつ伏せになってしまったり仰向けにひっくり返ってしまったりすることがなければ成功です。アングルを変えるとこういう感じですね。体の横に腕を出すことができればバランスを保つことができます。では今度は腕を大きく回しすぎてしまうパターンの映像を紹介していきたいと思います。体がもう十分に回っているにもかかわらずさらに腕を大きく回してしまうと、こちらの映像のように体がひっくり返ってそのまま背泳ぎになってしまいます。ローリングがうまくできないうちは腕を大きく回すことによって体を回すというのも方法としてはありですが、体がしっかりと回せるようになってきたら逆に腕は回さないようにしてあげないと、うまくなったはずなのに体がひっくり返ってしまうということが起こってしまうので気をつけてください。いかがでしたでしょうか。以上のことがしっかりとできるようになったら、いよいよ次は腕を回していく練習になっていきます。今回のエピソード気に入っていただけましたら励みになりますので、高評価ボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。